文エイン大統領の国政遂行支持率が46%と集計され、一週間ぶりに再び上昇傾向を見せた。その一方で、否定評価も同じく46%を記録したことが分かった。世論調査専門機関、韓国ギャラップは去る26から28日、全国の成人選1人を対象に、 文大統領が職務をよく遂行していると見るかを調査した結果、先週より1ポイント上昇した46%の回答者が肯定的に評価したと29日、明らかにした。文大統領の国政支持率は10月第3週目、就任後の最低値となる39%を記録した後、4週間わずかに上昇を続けていたが、 先週下落に転じ、そして今週再び上昇した。よくできていないとした回答者は46%で先週より2ポイント下落。なお、未回答は8%だった。